これは世界一腰の低い、あまりにも謙虚すぎる人間の動画です。じゃあ本日はよろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。あの本当に良ければ覚えてほしいんですけど、はい、あの両方という名前ですね。あ、なるほど。本当にもし良ければいいんで、本当に覚えてください。あ、わかりました、わかりました。いや全然覚えなくて大丈夫、もし良ければいいんで。じゃあちょっと覚えますね。無理しないでください。全然もう良かったらで大丈夫なんで。あ、わかりました。じゃああの私事ですか、右に進ませていただきます。腰いく。じゃあジャンプしてください。じゃあ私事ですか、跳ねてもいいんですか。私事なので。もう跳ねちゃいけないことなんてないです。跳ねてるとやっぱ調子乗ってなって思われませんか、なんか。あれって生きてなって思われる。ちょっと跳ねるのはできないんですけど僕は。あ、いやいや、もうジャンプしていただきたいなと僕は思うんですよ。じゃあジャンプさせていただきます。ありがとうございます。本当にジャンプの機会を受けて、はい、叩いてもいいのかなこれ。あ、叩いてください。え、僕なんかがハテナブロック取っても大丈夫なんですか。もちろんですよ、もちろんです。あ、本当ですか。ハテナブロック取んないと、はい、もうハテナブロックの出番がなくなっちゃうんで逆に。あ、じゃあハテナブロック失礼なんていう。あ、そうですね。あ、じゃあ本当すいません。いいですね。あ、いい感じ、うまいじゃないですか、めちゃめちゃ。あ、本当ですか。本当、本当です。ありがとうございます。うまいです。いや、もうこちらこそ。え、僕を褒めてくれるんですか。褒めますよ、もちろん。本当ですか。あ、じゃあもうジャンプでくぐり。いや、本当に。もうすみません、本当に。いや、違う違う違う、謝らないでください。なんでこんなことでもできないんでしょうね、僕。え、本当に、なんかもうやばいですね、ちょっと。低い。最悪ですね。いやいやいや、本当に申し訳ない、ちょっと。低い。いやー。あ、もうダメだ、本当に。あー、ダメだ、もう自分なんか、本当にダメだ。で、ABSさん、マリオってされたことあるんですか？あ、もうしたことありますね。最近やってますか？あ、最近実はやってないんですよ。すごいな、最近やったのにこんなに的確な指示ができるんですね。とんでもない。ちょっと待って。とんでもないな。ごめん。指示してなかった。ごめん。皮肉に聞こえるんだけど、ちょっと待って。すごい皮肉に聞こえるんだけど。すごい。嘘でしょ。腰低いと皮肉に低いのこれ。ちょっと待ってください。もうちょっと何も言わないでください。ちょっと。あ、先生、もう何も言いません。ごめんなさい。僕の言い方ちょっと悪かったですよ、これ。じゃあ、指示するんでちょっと何か言ってください。ね、本当に何も言わなくなるのやめて。待って、じゃあごめん、戻ってきて。いや、腰低くなくていいから。はい。じゃあ、あの旗を取ってください。いいんですか？え、これでも、敵の領地ですよね、これ。僕なんかが。あ、これ。僕なんかの名前を残しちゃっていいんですか？もう、ぜひぜひ。あー、今、ね、もう、頭文字が M 入ってる、最悪。あー、ごめん、超ごめん、M に染めて、ごめん。M に染めて。あ、もう、ゴールですよ。ジャンプで。ゴールした。え、こんな方に出会えると思わなかった。え、すごい、もう。恩師だ、もう。恩師？毎年あの年賀状を送らせていただきます。待って、そこまでですか？でもこんな大きい旗も M に染めても大丈夫なんですか？あ、もうもちろんです。これ、じゃあ一番上取りましょう。そんな態度でいいんですかね？やっぱ下の方から行った方がいいんですけど、僕腰低いんで。いや、もう下だとなんだこいつ情けねえな、みたいな思われちゃうんで。あー、ダメだ。僕本当もうダメですね。もう最悪ですね。こんな考え方だからマリオクリアできないんでしょうね。こんな考え方だから M に染められないんでしょうね、僕は。ここまで、いや、結構ここまでクリアしたじゃないですか。あ、もう時間制限来た。もう時間制限。時間ないんで、時間ないで上行きましょう。あ、最悪。焦らされてる。いや、大丈夫。いけ、行こう。もう下でいいや。下でいい。腰低くて何でもいい。ごめんなさい。ありがとうございます。ジャンプ。そう、死んだけど、すいません。本当にすいません。申し訳なくて。100をもらえただけありがたいです。じゃあ僕のようなミムムがちょっと大きな城に入らせていただくのはすごい非常に申し訳ないんですけど。あ、もう全然もう入っちゃって大丈夫ですか？大丈夫です。入らせていただいて。あ、もう全然。本当ですか？そうですね。いいんですか？あ、もうもちろん。今日僕誕生日でもないですよ。なのに。いやいやいや。じゃあ入らせていただきます。じゃあ入って。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お、ハテナボックスありますよ。お、身長大きくなった。お、すごい腰が高くなった。なお前。態度もでかくなってますよ、なんか。どうしたマジで、本当に。なんで、舐めてんのマジで。あ、もうダメだ、もう。いやいやいや、待って。もうすいません、ちょっと本当に。なんでこんなことでもできないんでしょうね、やっぱり。ちょっと一つ質問なんですけど、身長高くなると、結構なんか性格っていうか変わりますこれ。ちょっと言えないですね。言えないんですかこれ。言えなくて、本当にすいません。プライベートな情報なんですけど。じゃあ、撮りますかこれ。あ、そうです、撮ってください。あー、ごめん、もうダメだ。もうダメだ、命を無駄にした。もうダメだ、もう。あ、もうなんか失敗はあるんで。エビさんも失敗あります？あ、もちろんありますよ。それはそうですね、確かに。それはそうですね。やめてほしいもん、なんか、一日なんか。
見るの本当にやめてください。マジでクソ本当に腹立つんで。わかるわかる。マジでやめてください。待って身長低いのになんで態度違う。ああ間違えた間違えた。ちょっと待って待って。ああ間違えた。間違えた。今のミスじゃないですか。ああすいません。すいません。あやばいちっちゃいちっちゃい腰もちっちゃい低いありありのめちゃめちゃ低いじゃないですか。僕みたいなカスに話しかけてくれるんですか。いや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 本当にいいんですかそれで。もっと話すべき人いると思うんですよ。 AB さんには動画でも撮ってもらって僕みたいなカスと低いって生きてる意味がないからもう。ある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 あれですか。生きてて楽しいって思ったことあるないですね。本当にちょっと申し訳ないなっていう気持ちが。人殺す人殺す。いや性格まで変わってるじゃないですか。喋りかけたらぶっ殺しますよ本当に。待ってください。なんかあったんですか。調子乗ってますか。え違う調子乗ってるつもりはないです。ないです。ああもうダメだもうダメだもう。こんな人でも大丈夫なんですか。生きてていいんですかねこれで。ああはい もちろんです。ありがとうございます。本当に今心に本当に染みます。本当にエビさんの言葉がすごく本当にありがとうございます。こちらこそ。これから本当によろしくお願いいたします。しゃべかけたらぶっ殺すね本当に。ねスタート変わってないじゃないですか。僕の方がマリオ上手いんです。普通にいちいち嫌がってましたよ。僕の方が普通に上手いんですよね。身長低くなってる。身長低くなってる。あごめん。ああ間違えた。ああ間違えた。ああもうダメだ。間違えたじゃないですよ。間違えることしかできない。正しいと思いたいですね僕も僕自身を。あなるほど。どうすれば正しいと思いますか。そうですね。じゃあやっぱあの大人小さくなったことを見極めて話すっていうのがやっぱ一番。あ自分の立場を理解して話せばいいんですよね要するに。あそうですね。じゃあもう本当身分低いんでもうめちゃめちゃ立場。いや本当にありがとうございます。本当にいつも接していただいて本当にありがたいですね本当に。いやいやこちらこそ。いやぜひありがたいなって思いますよ。まあそうは思わないですけどね。えマジっすか。そっかちょっと悲しいですよ。あ本当にありがとうございます。あまあああああやばい本当にこんなんでビビっちゃって本当にこの程度でビビっちゃって違う怖くて僕こんなんでビビっちゃって怖いんですやっぱりあの人。いやもうあの人怖いの死ぬ死ぬ死ぬ怖くて。だったら克服できますかねやっぱり。あれはやっぱちょっと高い身長になった方がいい克服できます、ね。なってもいいんですか。あもうこういう時はやっぱなってくださいこれは。こういう時になるべきですね高い身長には。やっぱ全てが。あんまり小さいこと気にした方がいいですよね。あそうですね小さいこと気にしてるともうやばいことになっちゃうんで。小さいこと気にしていくべきだと思ってました、ね、やっぱ人生って。いやもう時には気にしなくていいんです。あ気にしなくていい。じゃあ撮りますねこれ。いいですね。何が。え？いやなんかめっちゃ取れたなって。普通に取れますけど普通にこんな。いや教えましょうかマリオ。なんなら教えますよ。いやちょっとマリオ全然教えます。高い。ちなみにこれ知らないの知ってますよこれ。知らないんですよこれ。踏んでも。マジっすか？こんなものを知らないんですか？どこら辺まで低くした方がいいですか？めちゃめちゃ低く自分が思う低さまで。わかりましたじゃあ低くします。ちょっと待って。低すぎるんですよそれは。あ話しかけていただいてありがとうございます。ちょっと待って。本当にいいんですか？時間の無駄になりませんか？大丈夫ですか？違う。この時間使って何時間でも寝れると思うんですけど。いやもう話しましょうたくさん。いや本当にありがとうございます。全然こんなこと言って私事なんですけどこの城の最後の扉に到達しました、はい、おいいですねめちゃめちゃうまいじゃないですか。ありがとうございます褒めてもらって。あごめんなさい1回あ1回そっか高いまんまで。飛べるんだ。飛べる。いや増えましたよ。すごいな増えて。飛べるし増えるんだ。うわ。飛べるし。あ、オッケー。ジャンプ。あ、いいですね。あ、どうも。両方と言います。どうも ABC と言います。どうですか最近は。最近そうですね。なんか結構調子はまあまあなのかなって感じです。すごいな調子がいい。だすげえな。僕全然ですね調子は。でもわかんないこれが。いい悪いって言ってたけどこれが本当の調子かもしれないですからね。全然あ確かに全然僕はそうですよね。確かにそうですよね。いやなんか、僕なんかそういうあの考え方あるなと思って。本当ですか。で僕なんかがそんな ABS さんに新しい考え方を伝えられないですよ全然。そんなまだまだ経験もないんで本当に。いや僕のような僕のような。今の受け方上手かった。僭越ながら奇跡を起こさせていただきました。危ないもう、待って、血が崩壊したら腰低いとかなくなっちゃう。腰2ミリ
アリよりもちっちゃい。アリとだったら友達なんですよ。アリとだったら友達なんですか。まあ、アリと僕同じ立場なんで。あ、まあそうですね。そうですね。そうですよね。そうですよね。ごめんなさい。違う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 。やっぱ同じ立場で話せる人がいるっていうのはいいことじゃないかな。それがアリなんですよね、僕の場合。いや、僕だってあれですよ。アイビーさんもアリですよね。なんとも言えない気持ちになりましたね、今。まあ、アリに似てるしね、やっぱり。あれ態度、腰低くなく、腰低くない低かった。判別ができない、もう判別もできないんだ、もう判別もできないんですよね、僕やっぱ。そういうのすらできないんですよね、やっぱり。エビさん、料理しますか？僕、料理あんましないですね。しないですか？あ、でも、料理っぽいことはしてますね。そうなんですね。はい。あ、そうなんだ。興味ないじゃないですか。するんだ、料理。はい、アリでも料理するんだ。あれあ、ちょっと戻りました、すいません。あ、もう戻りました。戻りましたって言っちゃうんですよ、これも。ちょっと黙ってください、一回。それは。それだけは黙ってください。今回の腰に対して、僕の腰どう思いますか？腰、そうですね。今低すぎると思いますね、しゃがみすぎて。本当ですか？アリよりも低いんじゃないかなと思ってます。そうっすよね。アリやっぱり低いっすよね、僕なんか。ちょ。アリなんかより低いですよね。あれですよ。同じ人間の腰の高さになってください。全然同じ人間です、エビさんなんかと。全然僕は本当に。エビさんがカマキリだとしたら僕アリですよ。僕虫じゃないですか、結局。虫じゃないですか。一番腰高いじゃないですか、これが。倒させていただきます、本当に僕なんかでよければ本当に倒させていただきました。本当にありがとうございます。今回このような機会をもらって、低いありがとうございます。ちょっと感謝してもしきれない部分が本当にあって、いやもう、あのご視聴いただいてる皆さんも本当に今回ご視聴いただき本当にありがとうございます。本当にそうですね、このようなチャンネルを見ていただき本当に嬉しい。本当に嬉しいです。低いそこまで低いと接しづらいから、みんな本当にもしよければ本当にもしよければチャンネル登録していただけると、もう全然しなくていいんですけど、もしよければしてくれると嬉しいです。本当に死んだ時に走馬灯にチャンネル登録者出てきます、そこに。走馬灯におすすめの動画の殺すという動画なんで、ぜひ見て。殺す、物騒じゃないですか、腰低い割に。なんかありました、最後。そうですね、皆さん腰低いと接しにくいんで気をつけてください。以上、腰でした。腰でした、カマキリでした。アリでした。タイトル、カマキリとアリ。